2012年6月23日、サナテレビはホリーヤ地区を取材しました。ここはイラクの首都バクダッドのカザミヤの近郊にあります。カザミヤ地区ではシーア派の宗教行事への参加者を標的にした対市民攻撃が強まっています。6月16日の自動車爆弾攻撃では少なくとも32名が死亡し、68名が負傷しました。この映像でもわかるように、今イラクではどの地域でも再び治安が崩壊してきています。マリキ政権は国民の命を守る意思も能力もないことは明らかです。インタビューに答えるこの地域の住民は、命を守るため、地域の若者で警備部隊を結成しようと提案せざるを得ないほどひどい状態を訴えます。さらに住民は、テロ、爆破行為によって受けた損害について政府からの補償を要求しています。住民の声を聞いてください。